はいどうも、ケイキンです。今日はですね、北斗の拳北斗リバイブやっていきましょうということで、今日はね、まあ半試し打ち、まあサムでね出してると思うんですが、まあそんな感じです。ランキングガチャまだ終わってないんですが、一応ね星5まで上げました。でやれることはある程度、やったかな。あとは必殺ですね、極意の必殺、まあ一つだけレベル、まあ、19で、まあ、あと一個上げれるよと。はい、まあそんな感じなので、ある程度はね終わってるはず。あ、五分はねまだまだなんですけどね。でまあいろいろさ、ここにまあ書いてあるじゃないですか、こう細かくね、何パー上がって何パー上がってみたいなね、こういうこと起こるよみたいな、ダメージこれだよみたいな。ただ実際見た方が早いでしょということで、錬金刀座行きたいなと思います。今、ランキングは2位です。で今日はちょっとギルドの方を避けてね、一人でも多くの人を救うために戦っていきたいなと思います。相手は5位です。私に力を貸して、共に戦いましょう。あ、でいつもね、まあ、あのランキングガチャの動画出した時にラオウを使ってたんですが、まあ動画っていうことで防御6枚打ちしました。だから6枚打ち良くないですか。男なら6枚打ちだろうと思うね。6枚打ち見せとこう。なんであのリンをね前に持ってってます。普段はラオウとサウザを入れ替えて、まあリンの位置にラオウですか。でリンは後ろに持ってくるって感じでやってます。行くぜ。さあまずこのね6枚でまあどれくらい削るか、まあ削れるか。まあ今はさ風パーティーみたいなのが多いじゃないですか。でも先手取れればもう有利なんですよ。さあ半はカットしない、いい感じですね。戦闘力でいうと相手が36万くらいですかね。さあで次は相手のターンですね。まあ俺のパーティーも耐久力がないので、まあシャチが強いくらいで。まあ今回はハンのまあ投機回りとかね、まあそういうのを見てもらいたいと思います。サウザーも投機回りはかなりです。サウザーね、ちょっと微妙とか言われてるでしょ今も。しっかり鍛えればね十分戦えるんですよ。それを見せとこうよ。はい、対戦ありがとうございました。じゃあ次、行きましょう。アスカよ、お前がこの父を誇れる歴史を。はい、それじゃあ対戦やっていきましょう。相手の方は戦力37万ぐらいかな。一人でも多くの人を救うために私に力を貸して。今8ですね。共に戦いましょう。さあ、まずは奥義6枚打ち。なんと無音拳カーネル、どうですか。ゆっくり切り刻む。なかなかかっこいいでしょ。まずはね初手である程度持っていきたい。さあラオウがいて、サウザーも動く。気絶は1体。さあ波動拳、まあ全体的に削ったって感じだね。ただ落としていきたいよね、ここからね。まあアインがね一体買ってくれるので、まあアインみたいなキャラがまた来てくれるとね嬉しいですね。初手で2体確実に狩れるとね、まあ安定しますよね。さあ次は相手にターン、痛い、クリティカル。さあシャチが沈んだ。まあカネはいつもこんなもんです。十分です、役目は終わってます。
さあ、この班の投機回りね。これがなかなかね、素晴らしい。さあ、ラオウ落としたいね。直線十字剣。そっち狙うと。ラオウ落とせず。オッケーオッケー、落ちたね。出血ありましたね。さあ、ピンチ。ファン、いいよ。さあ、行くぞ。そして全体ダメージ、さらにいく、削っていく、後ろ倒して、どうですかサウザー。はい、それでは次は、9位の方いきましょう。一人でも多くの人を救うために。さあ、奥義6枚打ちでまずは削っていく。なんと無音剣、ゆっくり切り刻んで。さあ、ゆっくり刻みつつ、シャチが行く。行くぜ、オラ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 、行くぜ我が愛しの原骨よ、ザワールド。なんと鳳凰剣奥義、積み解け変装十字砲。さあ、十字砲、そしてハンですね。まあ、また星6オーディションですかね。まあ、そこまで、まあ、揃えたりとか鍛えて、またね、あの動画出すかもしれないです。まあ、見たいよっていうコメントがあれば、出そうかなと思います。まあ、一旦星6にしたらちょっと前で使ってみてもいいかもしれないですね。行くぜ。まあ、カーネルと入れ替えてもいいですし、シャチ沈んだね。我が愛しの元気。ああ、ギリ耐えてるが厳しいね。痛いな。行くぞ。そしてまあ、投機回りがいいっすね、ハンはね。もうぐるんぐるん回りますね。さあ、トキ落としたい。トキ落ちてない。俺に敗北はありえん。痛い。さあ、シャチ落ちて。一人でも多くの人を救うために。はい、対戦ありがとうございました。たとえ許されずとも、私にはこの道しかない。はい、最後に、まあ、今日使った剣士ですね。まあ、前回あのステータスをお見せして、そこから、まあ、ほぼほぼ、まあ、変わってないんですけどね。サウザーはね、これちょっと5風外してるんですよ。5風はめて、まあ、プラス装備ですね。ちょっとこれ覚醒になんか落としちゃったので、まあ、ここもしっかりすれば7万5000は超えます。戦闘力。そして、リンやね。はい。まあ、順番に行きましょうか。リン。まあ、ステータスですね。まあ、これくらいになると、まあ、まあ、今みたいな感じだよと。はい。そして、アイン。まあ、防御とか HP とかね。まあ、攻撃力とか。まあ、その辺をね、見てもらえたらなと思います。装備はもうほぼ5です。で、奥義書1つ、まあ、覚醒している状態ですね。はい、まあ、カーネルも。あ、カーネルはまあ4が2つあるか。で、アイのステンスはこんな感じで。はい、カーネルのステンスはこんな感じ。そして、ハン。
まあ今カーネル使ってるんですけどね。まあそうですね、ハンとか、まあ全体攻撃のまあサウザーよりちょっと強いやつとかね。例えば。まあリンくらいの全体攻撃とは。あとはまあシャチ。シャチとかまあアインとかの、まあ初手で火力出せる、まあキャラっすね。奥義打ってて、火力出せるやつが実装されたらカーネル外します。それまではまあ使うって感じですかね。まあ全然ヒューイとかでもいいんですけどね。カーネルとヒューイ入れ替えで。はい。ということで、主役はハン。いかがだったでしょうか。ご視聴ありがとうございました。